源の金忠は、平安時代前期から中期にかけての貴族、家人。高校天皇の第十四巫女である、大倉卿、源、国木の次男。家には、十四位下、右大弁。三十六家剣の一人、茂野ベ弁とゴース。縁起十一年昇殿、家門助を経て、縁起十八年内後天皇の六位倉人に任税られ、延長二年倉人の功労により、 十五位下に釈延長六年後位倉人、延長七年右小弁と、第五天皇の身近に仕えた。延長八年須作天皇の即位に伴って、再び後位倉人に再任すると、上平二年十五位上、上平三年宇宙弁、上平六年生後位下、上平七年左中弁、天行元年十四位下と、須作朝前半は倉人に弁官を兼務して、 天皇の身近に使えながら順調に昇進した。天行三年太宰第二、天行四年、大見守ると須鹿朝後半は、地方官を歴任するが、天行六年右大弁として教官に復す。天行八年病気により右大弁を辞任。天略二年十月二十八日即居。去年六十。最終官位は、三位、十四位した。歌合わせや、 廟部下で活躍し、キツラユキからは、時生の歌を贈られた。五線和歌集以下の直線和歌集に二十一首が日衆。歌集に、金忠集がある。また、高堂や高りに優れていた。高りの名人で、大鏡に、以下の逸話がある。他にも、山和物語、宇治周囲物語、合談章に逸話が残されている。三十六人歌宣伝による。 ありがとうございます。